く手に入れたんだ。おい、どこ行くんだよ。何か探してるのか？どうしてここに来た？旅人？これってドニアザードだよな。どういうことだ？まさかドニアザードが二人いるのか？もうあなたも気づいているのでしょう。過信探査に参加するのはこれ、あなたも使えるわよね。缶詰知識？どっから持ってきたんだ？あなたも一緒にね、大門。おい、お前、オイラを知ってるのか？おお、ちょっと不安。これって、オイラたちにとって。今日はもう20回目？いや、30、それとも40。オイラたち、同じ日に閉じ込められてたのか。お前の助けがなかったら気づきもしなかったぞ。で、この缶詰知識には一体何が入ってる？まだ少し記憶が混乱しているのね。よく思い出してみて。私たちは、何も初めて接触したわけじゃないでしょ。あ、確かこの感じじゃ、他の奴らはどうなったんだ？なんでオイラたち。あなたたちの騎士官は、元から他の人よりも強かったでしょ。あえて説明するなら、あなたたちの意識と、あれら記憶との間には、もともと薄い髪があるようなものなの。おなじみの質問ね。あなたがそれを私に聞いたのは、見ての通り、彼女は弱っている。あなたたちも感じた。そして今、その最初の彼女があなたたちの目の前にいるの。でも、時間はもうあまり残っていないわ。どうやら、そろそろ頭の中で整理ができ、そうだ。私のことはナヒーダと呼んでちょうだい。いいわ、合格。一体何が起こってるんだ？オイラたちの記憶。この世の万物は、繰り返し循環する、いわゆる輪廻というものよ。私たちは皆、この、そして真実は、あなたたちにしか探し出せない。もし自ら真実に気づけず、他のもの、だから私は、知識面に関する手助けと、さりげないや。ドニアザードの容体、かなり悪いみたいだな。もしもこの、過信探術の輪廻から脱出できれば、だけど今の状況では、彼女は、羽を完全にもがれてもなお空を飛び続け、ナヒーだって、いつもそういう妙な比喩が好きだよな。比喩とは、基地の知識を使って、未知の知識を理解する素晴らしい技法。さて、聞きたいのだけど、
現時点において時間の循環ね。以前のあなたもそれと似たような違うのか。オイラもちゃんとシンプルな時間の循環だけではこれらのドニアザ、たとえ毎日が過信探祭だったとしてももう無意の今の状況から整理しよう。ドニアザードを助けたいなら過信探でも抜け出すにはまず何、時間の循環はもうナヒーダに否定されたし、すでに記憶の中では何回もやってるみたいだけど、やっぱりもう少しいろんな